こんばんは、日常演舞です。本日はシリアルバー4種類を食べたいと思います。まず1本満足プロテインバーが3種類と朝日ですね。皆さん前に食べたやつもあると思うんですけど、カラメルステル、これはもう絶対に今回初めて食べるやつがあるので、それも含めて食べ比べていきたいと思います。そして業務スーパーで買ったバナナシリアルバー、バナナ私が大好きなフルーツね。他のやは食べたことあるんですけど、バナナは初めてなので食べて楽しいんです。お楽しみは後で置いておくとして、まずはシンプルなチーズじゃなくて、一番楽しみな3種類の中ではです、こちらのプロテインバーの3種類の中ではベイクドキャラメルから食べていきたいと思います。ベイクドってものはちょっと焼いてるのかな。で、中身はいわゆるブロックタイプなんですね。それでは食べていきたいと思います。いただきます。ごちそうさまでした。まずこちらのアサヒプロテインバーについてなのですが、まずキャラメルとチーズはちょっとしっとりした食感で、ホワイトチョコはザクザクした粒が集まっているような形になっています。粒が集まっているホワイトチョコのザクザクも良かったのですが、しっとり食感のチーズとキャラメルも捨てがたいです。ただキャラメルの方がところどころでホワイトチョコと同じザクッと食感もあって、しっとりペンドのチーズと比べると変化があってより良かったかなと思いました。なのでプロテインバー代表はこちらのベイクドキャラメル、そしてザクザクという心地よい音とともにバナナのねっとりとした優しい甘さを広げてくれる業務スーパーのバナナシリアルバーは、バナナ好きにはぜひ食べてほしいなと思いましたので、こちらも今回の代表とさせていただきます。両者ともに点数は5点、こちら今日間違えてどうするとなります。それでは雪だるまを凍えガラスに春の訪れを告げるような切なさが感じられましたか。というわけで本日は朝日と業務スーパーのシリアルバーを食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になった商品ありますか？もしあるのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。